はい、どうも皆さん、こんにちは、キマです。今日は、レゾリュームアリーナのこちらの VJ ソフトですね。これを使って、プロジェクションマッピングする方法を紹介したいと思います。前回でですね、このソフトの簡単な操作の使い方は説明して、その時にですね、アウトプットでこのディスプレイにフルスクリーンで飛ばす、もしくはウィンドウでですね、飛ばすということをしました。これをクリックすると、このアウトプットモニターの映像がプロジェクターなり外部ディスプレイにつながるようになります、はい、で今回はプロジェクションマッピングなのでプロジェクターにつないでいるという想定でですねやっていきたいと思います。その場合はこのアウトプットからこのアドバンスをクリックします、はい、そうするとまた別の画面が出てきます。でですね、ここで見てもらうとわかるんですけど、さっきのこのフルスクリーンというところを外れてるんですね。で、このアドバンスというところがチェックが入ってるので、ここで外部ディスプレイはこれですよという指定がですね、まず必要です。まあ、自動的にね、なる場合もあると思うんですけど、これスクリーン1というものが自動的にこう出てきます。もしなければ、ここからスクリーンというものを足してください。まあ、今回1個だけでいいので、1だけしますね。スクリーン。まあ、これですね。何をと、ディスプレイまで飛ばしますかという、この大元のところなんですけど、これをクリックしてもらって、ここですね。で、右クリックですね。そうすると、ディスプレイにとなっているので、今、まあ、外部ディスプレイにつながっているといった状態になりますね。もし、これを1とかにすると、こっち側の画面がこうやって映ってしまいます。はい。でですね、今、スライスというものが一つ入っています。これはここから選べます。これですね。スクリーンはこれですね。スクリーンは大元を増やすので、このスライス、この中にこの面をどれぐらい追加しますかというところになります。まあ、初めから1個追加されていたので、これを使います。で、ここの映像なんですけど、これね、このスライス1で何、どの映像を使いますかといった指定ができます。で、これ今アウトプットと同じ画面が流れています。これ別にしようか。例えば、プレビューモニターはこれで、アウトプットはこれですよね。で、まあ、VJ やるときはこのアウトプットモニター使うので、マッピングもアウトプットモニターの方がいいと思います。それはここで設定ができます。そうですね。コンポジションとしていれば、このアウトプット。ところが出るんですけど、これってはモニター、プレビューとかにしてしまうと、この下のものが出てしまったりするので、あれ？あ、出た。そうですね。プレビューにすると、このプレビューが入ってしまったり、レイヤーだとレイヤーだけの映像が入ってしまうので、ここはコンポジションにしてください。はい、じゃあやっていきます。今ですね、このインプット選択といった画面になっています。マッピングの画面ですね。先ほどこっちだけ設定したんですけど、インプットとアウトプットというところがあります。インプットはどの映像を使っていますかというのと、ここにも一応ね、変化がありまして、ポイントがありまして、この映像のどの部分を使いますかといったことが指定できます。なので、まあ全体、この映像全体使うんであれば、このままでいいですね。で、このまま、アウトプットいきます。今、トランスフォームというものになっているので、こうやってこれをね、移動したり、拡大とか縮小とかをこのトランスフォームからやります。はい、でですね、ポイントを、選ぶときは、ちっちゃくしてからしようか。ちっちゃくしておきますね。で、このポイントっていうところをクリックすると、このポイントがこうやって、選べるようになります。こういう感じですね。で、アウトプット、プロジェクター側の方でこの映像が、こうやって歪んだ映像が作れます。はい。で、まあ、もう一個作ってみますか。もう一個インプットの方で行って、例えばスライスで、今度はまあ、ちっちゃくして、スライス2番の方は、まあ、この右端の部分だけ使いますよ、という風にしてアウトプットいくと、今度はこの右端の部分だけの投影されたものがこうやって出てきます。という感じですね。このトランスフォームで大きくしたり、このポイントで、プロジェクションマッピングができるようになります。はい。で、あとなんだ、ポリゴンとか、これの辺もね、こうやって、例えば、もっと複雑なもの、この三角形っぽいものだけとかね、こうやって、クリックすると、この形、さっきね、選択した形で、こうやって映像を切ることもできます。で、同じようにアウトプットも、ポイントが同じようについてるので、これでこうやって細かいプロジェクションマッピングもね、できるようになります。
はい。あとはマスクをね、この辺でかけて、いらない部分をね、こうやってカットしたりとか、そういうこともできます。はい、こうやってね、本当になっているんですけど、こうやって映って、あと、この範囲内だけ映像を映すとかですね。これ一番上にすれば、そういう風に設定になりますね。今は逆にすれば、今度は、このマスク以外のものが映像を出したり、いらない部分をね、こうやってカットできたりすることができます。それがこのマスクの部分ですね。はい。と、まあ、この画面がプロジェクションマッピング。プロジェクターに映像が飛ぶようになります。で、最後ね、このままこれ出したままでもいいんですけど、映像を切り替えると、こうやってね、こちら切り替えます。こういう感じで。で、保存して閉じる。これですね。押して閉じるようにしてください。このままキャンセルとかやって、バツとかで閉じてしまうと、このマッピングしたものがなくなってしまうので、これが終われば保存して閉じると押してください。そうすると、マッピングしたものはそのまま残って、ここでこうやって操作しやすくなりますので、はい。という感じです。で、あともう一つ、あるとすれば、まあ、もう一回アドバンスを押して調整もできるんですけど、もう右クリックしてディスプレイ2を選んだと思うんですけど、サイフォンを選ぶこともできます。これを選ぶと、別のソフトに、サイフォン経由で映像が飛ぶように、この映像がですね、飛ぶようになるので、プロジェクションマッピングだけは別のソフトでやるといったこともできるようになります。はい。そうすると、このマットマッパーのここのところですね、ここに映像がこうできますので、これで操作することも、マッピングですね、することもできます。映像はここで切り替える。マッピングはね、マットマッパーの方で、映像だけここで切り替えるといったこともできるようになります。はい、まあ、簡単な操作はこんな感じですかね。これでプロジェクションマッピングもできるようになります。はい、じゃあ以上かな。以上になります。じゃあ最後までありがとうございました。